デモクラシータイムスをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。ベランダの植木鉢の桜の木がどんどん芽が膨らんできました。もしかしたら来週にもどこかのソメイヨシノ見られるかもしれませんね。暖かくなってきてはいるんですが、新型コロナはまだまだ続きそうです。さて、この1週間も日刊現代で振り返っていきたいと思います。今回の担当は第一編集局次長の今泉義孝さんとニュース編集部の生田修平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは新型コロナについて、生田さんがもう現代ではもう生田さんずっとこう新型コロナをやっているというイメージがあるんですが、そうですね、今週ももう全部コロナでしたね、はい、そうですよね、はい、なので1週間のおさらいを、ちょっとね、ぐんと減ってたんですけど、はい、下げ止まりが続いてて、うん、で、ね、ちょっと上昇傾向にね、ちょっとですけど、ね、出てきてるってたのが、そうですね、ちょっとこう、自己再生産数もちょっと上がってきてますよね。で、はい、で一応来週の日曜日が、はい、期限なんですけど、はい、まあかなりちょっと、ね、東京も連日300人が出てたりね、厳しいなっていうことで、でちょっとね、緊急事態宣言からこうちょっと振り返ってみたいんですけど、うん、下がりましたよね、感染者がかなり、うん、7000人ぐらいだったのが、ね、1ヶ月ぐらいだったかな。で、うん、なんか緊急事態宣言でが効果が出てね、功を奏して下がったように見えるんですけど、うん、どうもそうじゃないんじゃないかっていうような疑問がある、あるんですよ。でこれ私が言ってるんじゃなくてね、うん、上先生、医療ガバナンスの研究所の上先生が、はいはい、これはもう上先生独自のじゃなくて、もう研究者の一致してる話なんですけどね、季節性があるっていうことですよ。はいはいはい、で綺麗に各国感染数も違うし、感染対策も違うんだけど、感染のピークが綺麗に1月と8月なんですよ。ああ、なるほど。はい、でそれ研究者がずっと注目してたそうなんですね、うん、そのコロナ季節性があるのか、はい、でどうやらあるともうはっきりしてると、はい、で1月がピークで、はい、もちろん夏の方が大きな、あ、ちっちゃい波、はい、冬はそれよりはるかに大きい波、はいはい、流行って言っても違うんですけど、1月がピークで、でそっからその収束に向かうのが2月3月なんですね、はい、だから緊急事態宣言当然収束してまた夏にっていう、その下がるところがちょうど2月だったと、はい、だから上先生もないとは言わないけども、うん、緊急事態宣言の効果がね、うん、ただやっぱその収束期にあったっていうのが大きいんじゃないかって言ってるんですよ、はい、あ、であとこれはちょっと私思ってるんですけど、その結局2月って寒いし、うん、それとね、イベントがないんですよね、みんなが集まるような、はい、なるほどね、私2月誕生日なんで、はい、なんとなく自分、はい、イベントフルな感じがしてたんですけど、はい、ないや本当にないんですよ。誕生日の豆まきなんかしないし、はいはい、それからバレンタインってあれね、いやあれね、2人で会うじゃないですか、はい、みんなでざわざわ会わないでしょ、まあ、パーティー的な感じじゃない、ね、うん、ないじゃないですか、はい、むしろ3人目、4人目いらないじゃないですか、はい、そのね、うん、しかも今年とかも下痢チョコも必要ないしみたいな感じでね、そうそうそう、はい、であと考えられるの受験ですけどね、あれ別に黙々と、ね、やってるし、めちゃくちゃ喋りながら、ね、めちゃくちゃ騒ぐんじゃないじゃないですか、はい、で受験テスト終わった後打ち上げに行くわけでもないですよね、受験ですね、行ってるやつはいるか、まあその全日程終わったり行ってるやつはいるかもしれない、そうですね、って考えるとですね、結局緊急事態宣言があろうとなかろうと、やっぱりなかなかそういう機会もなかった、寒かったしということを考えるとね、うん、はい、3月にちょっとずつ増えてるのも説明がいくと、うんうん、いうふうにちょっとまず思ってるんですね、はい、でただ上先生が言うにはそうは言っても次のピーク8月ですから、はい、爆発的に増えるっていうことは3月4月だと普通はないはずなんですよ、はい、普通はね、はい、ところが今回はその変異株っていうのがちょうど今のタイミングで来てるんで危ないぞということで、はいはい、冬よりはるかに波が小さいってさっき言いましたけど、夏のピークは、はい、ところが変異株のせいで南アフリカ、ブラジルはものすごい波になってるわけですよ、はい、うん、北半球の冬以上にね、はい、夏なのに、真夏なのに、そうですよね、でこれは変異株という要因が入っちゃったんで、うん、こうなると、であれはその
日本でもこれから本当は収束していくはずなんだけども、変異株のせいでそのぐっと状況が変わる恐れがあると、うん、で、もともとその感染力が、1.7 とか 1.9 倍あるって言われたんですけど、はい、10日にね、これイギリスのエクセター大学などの研究チームが発表して、まあ、これ報道も結構されてますけども、はい、致死率がね、最大2倍という結果が出てます。5万人ぐらいの、サンプルというか、その変異株の感染者と従来型の感染者を比べて、年齢とかをその差が出ないように比べると、その変異株の感染者の方が非常に亡くなった方が多かったという結果が出まして、で、ということはね、その感染力も強い、1.7 倍9倍だと、その全然やっぱり今までの1人の感染者っていうのと全然意味がもう違ってきますから、さらに、致死率までね、マックス2倍ですから、高いですね。これまでのこうウイルスの常識というかを変えてしまう感じがあります。そうなんです。要は感染力が増えれば弱毒化して、いろんな人にこう感染をするけれども致死率は下がるというようなことが一応今までは常識とされてきたわけじゃないですか。それだと両方上がってしまうというのはもうまた新たな脅威という感じですね。はい。で、本当に脅威なんですけど、これね、本当にね、怖いのがですね、日本ではそのこれを変異株の検査っていうのをね、非常に怠ってるんですね。で、そもそもその厚労省は2月の5日に各自治体に、まあそのゲノム解析をする前に PCR 検査、それ用の PCR 検査で 2,3 時間で結果が出るその簡易検査っていうのがあるんですけど、これをね 5から10%自治体にやるようにっていうふうに言ってるんですけど、その5から10っていうのも非常に少ないですしね、で、ようやくちょっとずつその例えば神戸なんかは割と早めにやってたりとかしてですね、多いんですけど、それは、6割ぐらいやってるということで、はいはいはい、で、今ちょっと非常に変異株の感染者が、木曜時点でトップなのが大阪なんですけども、で、大阪はですね、これ吉村知事ね、うまいことね、その対応に出た時にそれは過去に遡って積極的な検査をやってるからだみたいなことを会見で言ってるんですけど、あのですね、これ実は大阪、さっき5から 10% は言ってたじゃないですか。この検査は280ぐらいの検査なんですけど、その時のその期間の感染者って8000人ぐらいいてね、大阪府でね、吉村さんが言ってるケースですよ。 3% ぐらいなんですよ、その、さっき5から 10% やれって言ってるんだけど、はい、3% ぐらい実施してるのが、だから全然そのちゃんとやってるわけじゃないんです、それともう一つ、大阪府でこれやってるんですけど、これ取材するとですね、あくまで大阪府の管轄してる保健所、で、大阪府の管轄してる保健所っていうのは堺とか大阪市とかっていう政令指定都市を除く保健所なんですよ。まあ、あと中核市もちょっと除く、だから本当にその、どういうんでしょう、大阪府のその中核のところ以外のところ、それを集めて240いくらのやってると。だからつまり大阪市の感染者って大阪府の中の4割5割です、はい、ところがここの検査をほぼ見逃されちゃってるっていうことです。見逃されちゃってる都市部というか、その大事なところが、そうなんです。ですよね、で、まあ、多少は入ってるみたいなんですけど、大阪市はもうごく一部ですって言ってましてね。それは何かよく分かんない、何か言ってくれないんです。ただ、まあ、大半はそう大阪府の、で、それを記事を書いた翌日に松井さんがね、囲みで応じてましてね、なんか開き直ってるんですよね。なんで市と府を分けるのかなと、別に壁があるわけじゃないじゃないかいや、だけどそう言ってるやんね、感じですよね、なんかね、で、吉村さんとも話してるとか言ってるんですけど、だからね、これね、そこ本当にブラックボックスになってます、大阪市がどうなってるのか、で、ここで記事書いたのは、大阪府ってね、死者がコロナの死者が非常に多いんですよ、北海道の旭川が12月の上旬に、あの時にクラスターで、あの時に死者がすごい増えて、北海道が今1、それから1位がずっと続いてるんですけど、
大阪がどん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 迫ってて、もう100万人あたりで数人差ぐらいになってて、おそらくこれ近いうちに力抜くような感じ、うん、はい、で1月以降の死者がやっぱり全体の死者の半分ぐらいなんです。大阪の全体の死者の半分ぐらいなんで、やっぱり1月以降死者がやっぱり増え、まあこれは全国的にそうなんですけども、大阪もそうなん でそれとね、この変異株の致死率が2倍っていうところをこうつなぎ合わせるとですね、やっぱりそういう蔓延してて大阪にね、1月以降致死率の高い変異株がで、そういうコロナ死を上げてるんじゃないかっていうところで、専門家に聞くとその可能性は、中原さんっていうあの、専門家にね、よく聞くとその可能性はあると。でぜひ死んだ方の検体っていうのが残ってるじゃないですか、 PCR 検査とかするときにね、唾なり、それをもう一回調べればいいと、1月以降で構わないんで、だったらそれで分かるじゃないですか、変異株なのかそうじゃないのか、ね、でそれは非常に、有益なデータにもなりますよ、日本にとって、世界にとっても、そうですね、だからそういうことをぜひやるべきだということで、でだからさっきの話に戻りますけどね、この変異株っていうところが要素が加わって収束期かもしれない、あるいは延長、再延長なりしたとしても、この変異株っていう要因がね、やっぱりあると、それこそブラジルなりそういうところみたいにね、大変なことになる可能性がちょっと出てきてまして、なんかまあね、緊急事態宣言も再延長かっていうのがなんか濃厚になってきたなっていう感じもしないでもないんですよね。ただやっぱり飲食店とかは本当に辛いと思うんですよ。そうですね。ね、で今とかその夜のところが結構こうやり玉に上がっていたところが、今度は、昼食の、ね、飲食店もっていうふうになってしまうと、尾身会長が言ってましたよね。そうですよね。だからそれをやってると、変な話ね、コロナ死よりも今、ね、経済死というかね、先行きに不安を持って自殺をしてしまう人がすごく増えてるんですよね。それはなんで問題にならないんだろうっていうところがすごく思いますよね。昼間のやつもおかしな話でね、8時、以降はダメだって言われたら、それは、稼ぐためにっていうか、生きていくためにはね、昼間やるっていう、朝から開けてるお店、朝から開けてる、それは当然ですよね。そういうふうに追い込んでるわけですよ、なのに、昼間はダメだみたいなね、今頃になってという感じですけどね。めっちゃ出てるなってことになっちゃう、でまたそうすると飲食店はまたこう瀕死の状態になってしまうという悪循環な感じですよね。本当にこの辺りはなんかこう緊急事態宣言という形ではなくて、なんか違うね、その方法ないのかなと、要は共存していかなくてはいけないと思うんですよ、そのコロナの感染を防止するのと、経済をやっぱりちょっとずつでも復活させていかないといけないというところと、なかなかそれを言う人がいないのことが不思議でしょうがないです。それをやろうとして失敗したわけですからね、去年の後ぐらいね、難しいですね。まあどうでしょう、来週また、18日ぐらいにまでにはまあ再延長するということで、まあでも週明けぐらいからはね、もうそういう話出てくるでしょうね。じゃあまあ今週のデータだけで見るとちょっとね、ほぼ要するに延長して時とあんまほぼ関連の状況だったんですね。そうなんですよね。首都圏に限ってですけども、でしかもね、他の地域にまでまた増えてきてるっていうことになってくると、そうですね。なおさら、そうですね。聖火リレーも始まりますけどね。最初福島ですか。福島なんかも結構増えてたりする。増えてるね。福島ですか。そう。福島。はい。東京がね。そう。そうなんですよね。まあ、ダメだろうとか思いながら。また会見、金曜日ぐらいに会見するんですかね、首相はね。どっちにしてもね、延長するにしても、せざるを得ないですよね。前の会見、ちょっとまだ行ってきたんですけどね。司会が変わったじゃないですか。はい。光子さんに変わりましたね。だから、何も分からずにちょっと、はい、あなたって刺されるのかなって。緊張しながら行ったんですけど、ちゃんと引き継がれてるようで。当てていただけなかったです。続いてですが、今度は総務省、こちらもなんかこうドロドロな感じになってきましたね。いわゆるその今回 NTT の接待で、要するに結局国会議員の方まで
飛び火してきたと、うん、で野田聖子さんは、まあ、プライベートな会食って言ってましたけれども、うん、ただ NTT の、 あのなんか迎賓館みたいなところに免れて、はい、そこでプライベートの飲み会ってちょっとないやろっていう感じはするんですよね。仮にまあその相手方と要するにその仕事の話は一切ないっていうんだったら、はい、そんな場所に行く必要もないわけだし、うん、招かれてる時点でもうその NTT サイドの話になるってことは誰が見てもね分かる話だと思うし、あれですかね、男の一人暮らしのところによる来いよって言われて一旦女も悪いぞっていう、そういうことですか。そういうニュアンスではないです、はい、あくまでも仕事として行ってるんだろうってことですね。NTT の要するに迎賓館に招かれてるわけですから、はい、だからまあそういう意味ではなんかちょっとなと、うん、で大体ね要するにこの最初東北新社の、総務官僚への、まあ、菅長男の接待が出て、うん、はい、あれが2月の1週目週刊文春ですよね、うん、でそれで最初は長男とは別人格、うん、菅首相言っていた、でそれで接待を受けた総務省幹部は仕事の話はしていません、はい、それで乗り切ろうと思ったら翌週音声データ出されて、はい、で秋葉さんが更迭になった、はい、でそれで幕引きかなと思ったらもう次々でしょ、幕引きを図ろうとすると、はい、今度は東北新社じゃなくて、はい、NTT からも例 の、 あの山田さんとか、はい、谷脇さんとかが、はい、あの接待を受けてた、うん、で谷脇は要するにその東北新社以外から接待を受けてないって言ってて、うん、これで幕引きかと思ったらまた嘘がバレて、はい、でそれで結局谷脇さんまで更迭と、うん、はい、でこの谷脇で更迭で終わりかなと思ったら今度国会議員、はい、しかも総務大臣経験者ですよね、はい、で軒並みで大体それで、しかもその総務大臣経験者への接待構成がまあ加熱していったのが2018年からで、この年に例 の、 あの菅さんが官房長官自体に、はい、携帯電話料金を4割下げる余地があると、うん、はい、共産が働いていないと打ち上げて、はい、業界激震、そこから接待が加速していった、はい、まあ、ちょっと分かりやすい構図だったりしますよね、うん、でしかもその年に実は今の澤田、今度国会に招致される社長が就任していて、澤、はいはいはい、田さんはもう就任早々要するに NTT グループとしては19年ぶりっていうような形のグループの再編にこう手をつけていったと、はい、そのグループ再編の最後の終着点が去年 の、 あのドコモの完全子会社化だったんですよね、うん、はい、でそういう時系列を追っていくと、うん、NTT 側がどうして総務大臣経験者あるいは総務官僚に、はい、いわゆる迎賓館接待を繰り広げていったのかっていうところは、うん、なんとなく背景がおぼろげに見えてくる、はい、で政府側としてあるいは菅さん側ですよね、うん、が何を求めていたのかっていうところも、まあ、携帯電話の料金値下げ、それで TOB が、無事に昨年の11月あの成立すると、はい、2週間後にはもうドコモはあの今の CM やってますけど、うん、格安料金プランを発表、はい、まあどう考えても、うん、菅さんの中心 NTT とかって太陽だとすると、うん、そこでこうみんなが回ってるような、はい、なんかこう構図にも見えちゃうんですよね。なのに自分は要するに、はい、政治的うん、責任っていうのは定義がなかなかないんじゃないでしょうかみたいなことを言って、はい、なんかこうしらばっくれて、はい、同じ答弁を何回も続けてやってらっしゃいましたね。で、まあ、はい、でお詫びしたかと思ったら、うん、はい、それは政治家としてではなくて、うん、家族が迷惑をかけましてみたいな、うんうん、もう菅の家の話みたいな話の小さな話になっちゃってるんですよね、うん、はい、だからまあしかもですよ、あの武田総務大臣がちょっとおかしな答弁してません、はい、で要するにその、うん、会食疑われるような会食はっていうことですね。っていう、はい、でこれ今僕話しましたよね、はい、2月からずっと来ていた、はい、何か言うと翌週文春法で覆されるの連続みたいな、はい、そこを多分もう武田大臣警戒してるんだと思うんですね。で来週ひょっとして俺が食ったのも書かれんじゃないかとあるいは、はい、これ一つ疑問なのは総務大臣経験者野田さん、高市さん当時現職だったということはあるんですけども、はい、まあ過去7年間で計15人延べ41件、はい、この数字だけも週刊文春書いてるんだけど、この15人の実名、はい、全員は挙げてないんですよ、はい、で総務省って誰の天領って言われてるところかって言ったら、はい、菅さんは総務大臣自体に
思いっきり、まあ、人事権を発揮して、はい、要するに仕切って、はい、今なお影響力があるっていうようなところでしょ、うん、はい、それを NTT も知らないわけないじゃないですか、うん、となるとこのまだ実名が上がっていない15人の中に要するに菅さんいるのかいないのかっていうのは多分今後焦点になってくると、うん、はい、でしかも来週その澤田社長が国会で招致されるんです、ね、はい、まあ、まずはそれ野党は武田さんと会食したことはありますかと、はい、まあ、聞くでしょう、はい、今武田さんは白ばっくれてますけど、はい、でその後に必ず聞かなきゃいけないのは菅さんとも関係です、はい、でしかも最新号の週刊文春だといわゆる首相官邸に一度あの菅さんが総理になってから、うん、はい、確かにドコモの新社長を連れて面会してる、はい、でそれはまあ首相動静に乗ってるんですけど、はい、実は首相動静に乗ってないで面会してることもあるらしいんです、うん、週刊文春によると、はいはいはい、それは衆議院 の、 あの第二議員会館に菅さんの事務所があるんですけど、はい、そこでどうも昨年会ってたらしいと。でそこで菅さんが衆議院第二議員会館に寄ったっていうのは首相同棲出てるんですけど、はい、そこで誰と会ったかまでは首相同棲出てないんですが、実はそこで、はい、まあ言っちゃえば顔抜け密会みたいなもんですよね、うん、はい、何を話してんの、うん、っていうこともあるわけ、はい、だから非常に関係性はすごい。実はこの澤田さんというのはまあ当然改革スピリットを持ってる人菅さん好きなんでしょうけども、はい、うん、まあ、非常に勝ってるっていうような中でもあるし、この2人の関係っていうのをちゃんと、うん、まあ、国会でもうきちんと、はい、本当来週ね、せっかく招致するからには聞いてほしいなと思いますよね。はい、まあ、本当にこれからどういうふうに進んでいくのかね、うん、注目。武田大臣のね、はい、さっきのあれも、ね、現段階でその個別のあれには言えませんけど、疑念を持たれるようなものは、で結局これまた文春を報告されたら、そうだもん、認めるわけですよね。はい、うん、この繰り返し繰り返し、ね、繰り返しでね、これで6週間、うん、来週で7週間、ね、本当はもっとやらなきゃいけないこといっぱいあるの、だからちょっとゾッとするな。こういう対応でコロナもや、はい、の対応やしてるんちゃうの、後手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 似てますよね、似てますよ、うん、またコロナにちょっとつなげちゃいましたけど、いやいやいや、重要重要結局そういうところに、そういうところに出るわけですね。そうですよね、うん、はい、神は細部に宿るじゃないか、はい、よろしいですか、続いて、はい、注目の人ということで、あれから10年が経ちました。こちらは岩泉さんにお願いしたいと思います。はい、まあ、3月11日、今年は木曜日だったんですが、はい、木曜日の注目の人直撃インタビューというコーナーがあったのと、うん、はい、ちょうど福島311から10年というのがちょっと重なったということで、はい、原発の、まあ、福島の復興と廃炉について話を聞きたいなと思って、はい、それでこの早稲田大学の松岡俊二さんという、はい、実は福島の2011年の、3月の時にはなんかスリランカにいらっしゃったみたいなんですよ。でそれ何でいたかというと、この人環境政策が、まあ、専門の方で、はい、要するに、まあ、いわゆるスリランカとかアジア諸国のゴミの問題をどういうふうに片付けていくか、ゴミって普通、はい、生活ゴミです、はい、の問題をやっていて、そこで出張してたんだけど、そこで311を知って、はい、そのしばらく経って第一原発の1号機の水素爆発の映像を見て、はいはい、凄まじいショックを受けてしまったらしい、うん、はい、でなぜかっていうと、要するにその彼女、あ、まあ、ごめんなさい、彼は、まあ、環境政策、まあ、学部生にも講義を持っていて、はい、要するに温暖化対策、いずれ、まあ、はい、再生エネルギーに切り替えていかなきゃいけないけれども、はい、すぐには難しいので、だから、まあ、安全に注意して原発を使おうっていうふうにずっと抗議してたらしい、はい、それがそのドカンというのを見てしまってですね、はい、いい加減なことを言ってきてしまったなというような開墾じゃないけれども、はい、それで真剣に原発とか廃炉の問題を取り込もうと思って、その年の秋ぐらいかな、はい、この人関西の出身の方なんですけど、はい、初めて東北の福島に行って、はい、そこからずっと住民たちとも関わり合いを持って、うん、復興に携わっていってですね、2019年に 1F 廃炉の先研究会っていうのをまあ設立して、はい、そこの代表に収まったと。で3月の1週目にそのシンポジウムもあったりしたんですけども、はい、で彼に話を聞くとですね、今要するに2011年12月に、まあ、当時もうすでに野田政権だったのかな、はい、でそれで、今細野さん、うん、細野豪二が環境大臣だった時代です、はい、今自民党に、ね、はい、ひょっこりいますけど、で要するにその
その時に、まあ、中長期ロードマップ、いわゆる廃炉工程表と言われているものなんですけども、はい、それを、まあ、出すにあたってですね、数値目標みたいなのを結局政治家が入れちゃったんですよ、はい、30年から40年後に廃炉完了っていう目標値を、まあ、掲げたんですが、まあ、これはその当時 の、 その福島の方々の住民感情を考えると、いつまでにやるんだっていうところがないとですね、受け入れられないっていうところもおそらくあったんだと思うんです、はい、でそれ以降5回この、 あの中長期ロードマップっていうのも10年で5回も改定されてるんですけど、そのたんびにいわゆるあの廃炉計画っていうのはどんどん後ずれしてるんですが、この30から40年後の完了っていうのだけはずっと残っちゃってると、はい、で見直す気配もないと、でただこれを松岡さんが言うにはですね、要するにその今デブリっていう問題、うん、はい、あのもうドロドロに溶けてしまった、はい、あのいわゆる核燃料ですよね、うん、これがいろんなもの金属やら何やらを全部こう包み込むようになってて、はい、しかもこれがあの1、3号機のどこにどの部分にどれだけあるのか、どんな状態で残ってるのかっていうのはまだ全く分かってないんですよ。でおそらく当時あった燃料の量から推計すると、はい、もうねみんな大体800トンから900トン、うん、1から3億ぐらいで、はい、でそれをじゃあどうやって取り出そうかってなると、実はこのデブリを溶けた燃料を取り出した原発、うん、あの事故機っていうのはアメリカのスリーマイル島しかないんですよ、はい、あの時は1機だけの事故で、それで原子炉の中心にある圧力容器っていうのも破損してなかったんで、はい、冷やせたんです。なるほど。でそれで蓋の上から、まあ、実は 1F とこのスリマリ島の原発ってちょっと様式が違うんですけど、はい、蓋を開けて上から取ってって、それでも全部は取りきれなかった、はい、99%、 1% は残っちゃったっていうのがまああったんですね。それが1985年から90年ぐらいの間に、かけてやったんですが、その時の、大体年平均32トン取り出して 99% だったと。でこれをやろうとすると大体あのこの32トンのペースでも28年、はい、でところがこの 1F のデブリ の、 あの特殊構成アームっていうのをジューッと50メートルぐらいの間隔を伸ばしていって、はい、かき出すような作業なんですけど、取れるのは1回あたり20から50。これを1日作業量で取れればいい方で、うん、だから50キロと甘めに見積もっても68年、はい、これ20キロになると170年ぐらいになっちゃう。もう3、40年っていうのはこれ無理だっていうことはもう専門家みんな分かってるんです、はい、あの原子力規制委員長、はいの歴代の方は無理だって実ははっきり言ってるんですよね、はい、この松岡先生だけじゃなくて、はい、でもそれが国と東電は無理だとは言えない、なぜなら福島の人の感情もあるだろうっていうところで、ずっとこれ10年来ちゃってるという感じなんです。だからやっぱりその10年経ってっていうところで地元の方々もいろんな感情あると思うんですけども、一つ現実っていうものを見て地元からこれちょっと難しいようであれば見直せませんかっていうふうに住民とかから声を上げていかないと、なかなか国も東電からっていうのも言い出せないような状況になっているんで、もうそろそろこの現実を見つめた計画に直すべきなんじゃないか、本当にそのデブリってものは全部取る必要あるのかと。で松岡さんというのは、まあ、広島大学で教えていたこともあって、いわゆる広島といえばあの原爆ドームですよね。これは、原爆ドーム今も残ってるっていうのは、まあ、原爆投下からだいたい20年後ぐらいに、その前にもすでに広島記念公園っていうのはできてたんですけど、その原爆ドームを中心にしてね、でそこでこれをどうするこの建物と、うん、で議会はやっぱりこれは後世に残しておくべきだっていうことで、はいはい、保存を要するに保全ですね、うん、議決したのはだいたい1966年だから20年後ぐらいなんですよ、ね、はい、そうやってあの原発事故も全部廃炉が難しいようであれば、うん、ある意味歴史的な意向として、はい、もちろんその安全管理っていうことが前提になるわけだけれども、はい、そういうあのあり方もあっていいんじゃないのかっていうような話だったんですよね、うん、はい、非常にまあなるほどというふうに思うことが多くてですね、はい、僕もまあ福島の
はい、同じ原発のある浜通りの、ね、あの結構まあ、近いっちゃ近いです ね, 近いですね。私会津なので結構遠いんですけど、そう、はい、だから高校の同級生でね、はい、今まだ避難解除解けてない双葉の富岡のやつもいたし、はい、この間、ね、菅さんが読めなかった浪江町のやつも、はい、ね、浪江ね、同級生でいたりしたんで、はいはい、なんかまあ非常にこう身につまされる問題ではあるんですけど、うん、まあでもそろそろそういう現地と直した、はい、そうですね、逆に言うとそうしないと今電気料金、はい、皆さんの電気料金で買える作業だって結局はお金消えてるわけですよ、うん、はい、でそ今後も何兆もかかるよと、この100年かかるよって言われて、うん、それで無謀な計画でずっと負担してっていいのかっていうの、うん、当然他の多くの国民の方からだって、はい、今まではね復興に対しての関心っていうのは強かったと思うけど、うね、はい、いずれ、うん、いつまでやってんねんということになってなりかねないわけです。転換点としては必要な部分ではありますよね。そうなる前にもう手を打っておいた方がいいんじゃないのかっていう話でしたね。そうですね。まあこれもまだね、ずっとね、規制委員会の委員長ももう実際結構ありえない。ありえない。これはもう無理ですね。あれは国から独立しているから今は言ってるんだよね。はい、うん、そうですね。現実をちゃんとこう見るということも一つ、ね、だから嘘をつくことになる、はい、そういうことですよね。そうはっきり言ってる、うん、これだから本当に安全神話ということで、うん、県民を結局は結果的に騙してしまったわけだけども、はい、こういう同じ構図になっちゃうよと。そうですよね、うん、はい、まあ最初これを言う最初ね、それはまあしゃあないとしてもね、10年そう経ってるわけですから、この道しかないんじゃなくて、ね、やっぱりこの見直すこともね、そうですよね。なんかいろいろ報道ね、10年で、はい、もちろん全部見てないですけど、ちょ原発のところのツッコミはいまいち、うん、だからメディアね、なんか今度 NHK スペシャルに出る、あ、出るんですね、日曜日の先生が、あ、そうですね、とってもこれから見れる番組ですからね、見ていただければと思います。はい、では最後の話題ですが、こんな話題です。還暦男、再婚は超年下女性がうまくいくという人生100年時代の歩き方で特集されておりました、ね、ニコラス・ケイジさんも日本人女優、ね、加藤茶さん、加藤茶さんもそうですね、加納龍さん、はい、ことごとくそのうまくいってると、はい、年齢差があるっていうですね。ニコラス・ケイジが日本人と結婚してたっていうこともちょっとびっくりだったけどね、うんうん、そうですね、はい、でちょっと私これ読んでて思ったんですけど、はい、一緒に外出するときにね、はい、もう僕らもパッパッと着替えてパッと行こうとするじゃないですか、はい、何時に出ようってちゃんと言ってるんですよ、はい、言ってるんですよ、その通りにやって行こうとするんだけど、はい、なかなかこう出てこないっていうのがあるんですよね、はい、あ、やっぱりあれだこれだみたいな、結構外もう時間決めてるから外にいたりしてね、はい、で寒い時に5分待ったりとかね、だけどまあ別にそんな怒らないですけどね、はい、私は、はい、そうですか、怒らないですけど、そうですか、でも例えばそうは思ってるんだね、7時半に出るよって言ったら7時半には、はい、に出るってことですよね。そうです、そうです、7時半って決めたら、 うちの場合は8時に出るよって言った時にもう7時45分にはもう出れるんですよ、格好がもう、うちの主人は、はいはい、だから8時って言ったでしょって言うんですけど、もう例えば相手がいる場合は待たせてはいけないし、予約があればそれも予約にも遅れてはいけないし、だ間に合うっつの8時でもって思うんですけど、もうね、だからそれはもう自分も計算して、まあ15分ぐらい前までにはちゃんと準備をしなきゃいけないなというようなことを計算して生活しております。はい、そうやってる人もいるみたいですね、はい、ただ他の部分に関しては最高、主人が最高なので、うんうん、それ以外に関しては結構緩いと思います。はい、年の差は9歳、うん、上です。あ、はいはい、なので、うん、まあ、なるほどですよね、はい、うん、だから僕の挫折は唯一離婚だって言っていたので、うん、よかった、私と一緒になる前にね、挫折挫折、脱位置なんです、ね、そうそう、だから経験しておいてくれてありがとうみたいな、そんな感じです。はい、だからこれを読んですごくよくわかります。うん、はい、まあ、確かにね、まあ、
20代に比べれば今もう40代ですけど、はい、だいぶもう丸くなってますよね。そうですよね。なんでこんなこの身支度で切れてんだっていうぐらいになりますね。そうだから分からなくはないけどね。私も15分ぐらい早く言われるなっていうことはもう長年の経験上分かるので、うん、もう7時45分に出たいと思ったら7時半に出るって言えばいいんですよ、生田さんが。うん、ね。なんかもうそれをやるとまたね、はい、うん、基準がそういうふうになるだけで、うんうん、あ、結局ね、同じお家だ と、ね、あ、もうあのね、でその用意をしている段階で また早くやってるとかそういう感じで思われるのかもしれないですしね、はい、ただこの会話がね、話が噛み合わないかもしれませんってことはちょっと認めてるんだよね、うん、はいはい、山崎さんかな、はい、まあ、それはあるでしょうね、うんうん、結構全然伝わらないですもんね。そうですね、あのちょっとした同世代の当たり前の話だと、はいはい、うん、当たり前のクラッカーは私は主人から初めて聞きましたから、だからそういう話ですよ。それこそ、うん、はい、だって加藤茶だって知らない可能性あるんじゃないかな、今な、もう20代のこと、ね、このね、年の差婚で有名になってるから、まだしも、はいはい、何者であるかっていうことが、いや、もう前世の時は ね、もう福島のスターですからね。あ、そうそう、福島なんですよね。そう福島で一番の男前っていう。そうなんですよ。ディーン・フジオカが覆しましたから。加藤茶も何十歳差ですよね。すごい差だよね。そうですよね。もっとですよね。45歳の差。45か。はい、年の差が。まあ、逆にあれですね。ここまで差があると、はい、その話題が合わないとか、っていうレベルじゃないもんね。ないですね。そうですよね。あの中途半端にこう離れてて、うん、話題が合うんじゃないかと思いながら話したんだけど合わない時にそうですね、えっと、もうついこう期待がちょっとあったりとかするとね、そういうのもうまくいくのかなって思いますね、うん、まあ、どうせ知らんもんな、うん、どうせ知らんもんなんですね、昔こういうことあったんだよっていう感じになるのかもしれないですしね、それよく考えるとね、よく飲み屋でその20代の子とかこう、うん、喋る時あるじゃないですか、はい、ちょっと前まではね、あのなんとか話題を合わそう、はい、合わそうとね、はいはい、してたんですけど、はい、最近ね、はい、もう面白くなくなったんで、はい、あんまりその20代の子がいる店に行かなくなりましたね。逆にそっちがね、コロナで何の話やついついそういうあの機会が薄れたのと同時に実はそういう理由もあったってことですね。ううなんかね、よく考えるとすごい気使ってるんですよね、こっちね。あ、そうそう、年の方ですね、うん、すごい、うん、そうですよ、せっかくくつろぎに行ったのに、だからキャバクラとか行っても、うん、こっちの方があの話振ってなんでこっちがお金払わなきゃいけないんだよとかって言う場合だってね、うん、ありますよね。俺しか喋ってない。そうなんですよ。でもそこたまにこう女子とかが、うん、みんなのお付き合いで行ったりとかすると、女の子は女の人がなんか嬉しいみたいで、うん、なんか私たちとかといっぱい喋るんですよね。そうね、そう、話すことも多いだろうしね、はい、うん、なんでなんだよ、なんか俺話そうと思っていても結局女はどうして盛り上がってんじゃねえよってまた言われてしまったりはするんですけど、うんうん、まあもうそういう機会もなくなりましたけどね。今はそうです ね、まあ、行ってないですね。今泉さんともよく昔行ってたんですけど、だってイクリンの中なんでしょ、ね、全然行ってる、いや、どう飲みに行ってないです。僕フットサルやってももういあのその後打ち上げもうやらない、もうやらないもんね、家帰ってます、うん、そうですね、家に帰ってプシュって感じですか、うん、そうですね、まああの、まあ、吉田鋼太郎さんも今とても幸せでね、うん、あのお子さんも、ね、4人目ですもんね。そうですよね、うん、結構でも余裕が出てくるのかなって感じはしますよね、もうそうなるとその気持ちのゆとり、でもまだまだですね、まだまだ40代じゃそこまでの余裕まだダメだね。じゃあやっぱり還暦もっと大するような感じなんで、やっぱり十数年やそうですね、要しちゃう感じですね。はい、ということで何かの参考になればと思います。また来週はコロナの推移とそして総務省の動きとかいろいろと気になる話題もたくさんありますけれども、ぜひ皆さん心の春をもう待ち遠しくしていただければと思います。その時ぜひ日刊現代をお共にお願いいたします。ということで今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。